じゃあ私の方からスパークルの基本ということで、お話しさせていただきます。あまり人前に出ることがないので初めての方もいらっしゃるかなと思いますけども、岡別府と申します。フリーランスのエンジニアやってまして、スパークルで生計を立ててる日本では結構珍しいタイプの人間がだと思ってます。なんでこういうところでちょっとお話しさせていただきます。今日のアジェンダなんですけど、スパークル初めてっていう方で初心者の方に紹介してくれということなんで、初めてスパークル触る方にも分かりやすいように、はい、説明していきます。で、一番初めてのスパークルっていうことを紹介して、今日はハンズオンではないんで私がやっていくだけなんですけども、徐々にちょっと複雑なクエリを書いていきます。で、最後に実際スパークルを書くにあたってということで、私の経験に基づくちょっと経験則を言わせていただこうかなと思っています。初めてのスパークルということで、その前にこの中で SQL を知ってるよとか触ったことがあるよとか調べれば書けるっていう方はどのぐらいいらっしゃるんですかね。だいたい分かるということですか。分かりました。SQL クエリ言語なんで、ちょっと SQL にも近いものがあるので似たようなものはちょっと簡単に説明を済ましていきたいなと思います。はい、で、初めてのスパークルということで、プログラムで言ったハローワールドみたいなものなんですけども、今日使用するエンドポイントは先ほど加藤さんから言ってるような、日本語版 DBpedia のエンドポイントを使っていきたいと思います。で、エンドポイントっていうのは RDF のデータベースがあって、そこにスパークルをかける、問い合わせをかける窓口のようなものです。で、このようにウェブのブラウザで見る形式もあります。で、DBpedia の場合はそのウェブの形式が見るので試してみます。これが DBpedia のスパークルのエンドポイントなんですけども、 URL を叩けばここにスパークル書いてくださいねというような表示が出ます。ここに今日はですね、まず何のクエリを打つかということなんですが、一遍打ってみますね。ここにスパークルを入れてランクエリを押すと、ちょっと値が返ってきました。これがスパークルなんですけども、はい、今何を打ったかっていうと、ビートたけしの生年月日を調べるということで、本に書いてある例題なんですけども、別にビートたけしが好きなわけではないんですけども、ビートたけしのデータがとてもスパークルの使用文法を説明するのにちょうど良かったっていうだけの理由でビートたけしを選んでます。で、先ほどビートたけしさんの誕生日いつですかと DBpedia に問い合わせると1947年1月18日ですよと返ってきました。で、これなぜ返ってくるかっていう話なんですけども、スパークルちょっと基本構文から説明させていただきますと、今回はスパークルのセレクト文ということで検索の言語です。プレフィックスは先ほど川島さんがお話しされたのでちょっと省略して後で説明します。で、セレクト文があって、その中にペアクっていうのがあるんですけども、ペアの括弧で囲まれた中がスパークルの条件式です。で、午前中から出てきている RDF の紹介で、 RDF は SPO という主語、述語、目的語っていうのを必ず基本構成としてますので、スパークルを書くときにも SPO という形を基本的に取ります。で、主語がビートたけしさんで、その誕生日というバースデートっていうのがプレディケートです。で、検索するからには何かが分からなくて調べたいものがあるので、その調べたいことを変数に入れて、変数の書き方はこの今回だとハテナを先頭に持ってくると、ここが知りたいですよっていう意味になるので、ここに値を、この文だと誕生日いつですかっていう検索になります。そうすると、実際の RDF のところには主語、述語、目的語の目的語のところにこの1947年っていうのが入ってますので、それをバースデートにセットして
セレクト文で取り出してくると。そんなに難しい検索ではなくて、SQL を書いてる方だったらもう、どうかな。ウェア空の書き方全然違うんですけども、 まあまあ、セレクトのとこは一緒かなと思います。で、先ほど飛ばしたプレフィックスなんですけども、結局、リソースだと URI を書くんですけども、フルで書くとすごく長いんで、先頭の方にプレフィックスでまとめておいて、二度と書かなくていいように、HTTP が書かなくて済むようにということでプレフィックスを宣言しています。こっちの方が、すっきりするので、これからの例はこのプレフィックスを使って説明例を書いています。で、その次に、1個目の1つの条件を今検索したんですけど、2つほど値を検索したいなっていう例なんですけども、今度ちょっと複雑になって、ビートたけしが所属する会社とその会社の従業員を検索するっていうクエリになります。を書きたいと思います。で、RDIF の DBpedia のエンドポイントの中にはビートたけしってリソースがありまして、で、それで、ちょっと小さくて見えにくいんですけども、カンパニーということで所属会社というプレディケートにつながって、オータプロダクションというリソースがあります。で、そのオータプロダクションからさらに、オータプロダクションの、ナンバーオブエンプロイーなんで、従業員数は50人ですよというようなデータが入っているとします。そうするとデータ、スパークルの書き方としては、1行目にビートたけしさんのカンパニーはハテナマークなんで、これ何ですかって聞いています。で、そのカン、えー、2行目でカンパニーを指定して、同じ変数名に指定して、その従業員数は何人ですかということを取ります。で、こういうふうにスパークは RDIF のストアに含まれているグラフ、トリプルの集合から自分の欲しいものをパターンマッチで取ってくるという言語になります。で、先ほどのクエリの全容なんですけど、プレフィックスがあって、1行目で、所属会社のカンパニーを求めて、カンパニーの従業員数なんですかっていうのを変数に入れた上でセレクトで取ってくると、値が返ってきて、オータープロダクションでオータープロダクションの従業員数は50人ですと返ってきます。あとはもうこの繰り返しというような言語なんですけども、次々ちょっと例を出していきます。その次に、今度の検索はちょっと長く書いてるんですけど、要するにビートたけしさんって映画に撮ってるけど、よく自分の映画に出るじゃないですか。で、そういう条件に絞った映画のタイトルを知りたいなっていう時のクエリです。で、フィルムでディレクターということで、ビートたけしさんが監督した映画で、ここで午前中川島さんが説明されたんですけども、最後、コロンで終わらず、あ、ピリオドで終わらず、セミコロンにすると次の主語が省略できるという記法を使っているんですけども、そうすると1行目がビートたけしさんの監督作品で、2行目が省略されていますが、ここは同じフィルムの変数が入っています。で、その映画のに出ているのもビートたけしさん。で、ここもセミコロンで終わってますんで、フィルムのラベル、タイトルを教えてくださいよってなってくると、ビートたけしさんが監督して、しかも出演もしてるっていうリストがここに出てきます。じゃあ次の例なんですけども、今度はビートたけしさんの監督作品のもうちょっと具体的なところは、どんな作品か知りたいなと思った時に、ホームページを見てみたいというクエリを書いてみます。で、先ほどと同じで、ビートたけしさんが監督しているフィルムは何ですかと。で、そのタイトルを取ってください。で、そのホームページを取ってくださいってくると、実際エンドポイントに叩くと、これ3件しか返ってきません。で、ビートたけしさんの監督作品3件ってことはないので、なぜか情報が落ちてしまってるっていう状態なんですけども、実際エンドポイントに入っているデータの中に、ビートたけしさんの、作品ではあるけども、ホームページがの情報はないよっていうようなデータがあるので、そういう時どうするのかっていう
ったら次に説明する、クエリなんですけども、ビートたけしさんの監督作品を出し、もしあればホームページの情報を検索してくださいねというような書き方ができます。それがオプショナルと呼ばれているもので、書き方としてはオプショナルってあの括弧でくくって、ここだけはなくてもいいよという書き方をしています。そうするとあの検索結果はさっきホームページがある3件が出てきたんですけど、なくても北野武さんの、監督作品が見れるよというような書き方になります。はい、で次に値の絞り込みということで、今まではクエリパターン の, あのトリプルの中でマッチングするものを返してくるというような書き方をしてたんですけども、そのリソースだったりあの値だったり目的語だったりっていうところの値そのものに対して検索をかけたいって条件を絞りたいっていう時にフィルタークというものが使えます。で例としてはビートたけしさんの監督作品の中で上映時間が105分未満の映画を検索するクエリを出してみたいということで、その時の書き方は、上の方は一緒なんですけども、ビートたけしの監督作品の上映時間をスクリーンタイムって変数に入れて、でフィルタークでそのスクリーンタイムが105分未満ですよということを絞り込んでやると105分未満のちょっと短めの映画が出てくるよというクエリになります。フィルタークあのもう一個紹介するんですけど、何個でもかけて、今回は、105分に加えてあのビートたけしさんってビートたけしって名前でやってますけども、北野たけしさんも同一人物じゃないですか。で世の中ではそれは分かってるんだけども、なぜか DBpedia はあの別で管理をしてて、でビートたけしさんだけじゃなくて北野たけし監督のものも情報を出してほしいよっていうようなことが実際やらないとご本人さんの映画の作品で撮れないんですね。これデータの問題なんですけども、それをあの先ほどまでこのディレクターのところビートたけしさんってあの指定してたんですけども、それをフィルタークに持ってきて、ここを変数にしてフィルターで変数にしてインっていう関数があるんですけど、これはこの括弧内に列挙したものどれでもいいからっていう関数なので、北野武さんもしくはビートたけしさんの監督した作品を出してくれというような書き方になります。ちょっと下の方見づらいんですけども、フィルタークを今2つ書きましたけども、ロンリエンザで、書くこともできて、あのオアとかアンドとかの条件指定でいくつか並べて書くことも可能です。次は、あ、早い、ごめんなさい、ちょっとゆっくり、あ、すいません、おー、どうしよう、はい、じゃあ次は、ユニオンというものなんですけど、これはほどはフィルタークで北野武さんとビートたけしさんのどちらでもいいから検索してねという条件指定だったんですけども、同じような条件で同じような検索結果なんですが、ある条件を指定した検索結果と別の条件を指定した検索結果を結合できるという内容のものです。例を見るとあの中括弧で囲んでいくんですけども、フィルムで、ビートたけしさんがフィルタークでビートたけしさんをディレクターだと指定しているので、そのビートたけしさんの監督作品をこの中括弧ので指定しています。でその
ユニオンはちょっと飛ばして、その下で北野武さんの監督作品を一覧を取るようなクエリを同じように書いています。違うのはビートたけしさんと北野武さんというところだけです。でこのそれぞれに取った結果をまとめて出すのがユニオン区です。じゃあ続きまして、ちょっとここから若干マニアックになっていくんですけど、ゆっくりいきます。で、次は結果セットの操作ということで、 SQL なんかにもよくあるんですけども、例えばで取り出したデータがいっぱい大量だった場合に、それを相当したいだとか、ウェブページで100件まで出して、その次のページでページネーションしたいって言った時に使うようなクエリなんですが、結果セットのを操作するものです。でこの例だとビートたけしまたは北野たけしの監督作品を上映時間の短い順、小順に並び替えて、マニアックなんですけど上から6件を目のものを3つ出すっていうようなクエリにしてます。で、北野武さん、フィルター区で条件絞ってるので、北野武さんとピート武さんが監督した作品の上映時間を出して、これで検索は終わってるんですけども、そのフェア区の下にオーダーバイで、上映時間が短いものから並べてくださいよというような書き方をしています。で、それで出すのは3件だけですよと。で、オフセット5っていうのは、まあ本当は1番目から出したかったオフセット0なんですけども、まあちょっと例として5番目から中途半端に区切ってみました。本当は100件ずつ出したいんだったら、これはリミット100件にして2ページ目だったら101件目からとかっていうような使い方をしていくようなクエリです。はい、続きまして同じく結果セットの操作ということで、ビートたけしさんまた北野たけしさんの監督作品の出演者いろんな方が俳優として出演されていますけども、その出演者の一覧を取るリストです。で、北野武さんの監督作品って同じ俳優さんがよく出てることってあるんですよね。で、そういう時に重複なしで取りたいよと。一回出てる人は一回だけ名前が出たらいいっていう話なんですけど、これちょっといっぺんやってみます。まず北野武さんの監督作品に出てる出演者一覧を取るとして、ディスティンクトっていうキーワードをかけなければ、サーバーが落ちてしまってるのかな。はい、ちょっと、もしこのディスティンクトなしにすれば、ビートたけしさんは自分の作品に何回も出てるので、この結果ってビートたけしさんが何回も羅列してくることになるんですね。出演してる回数分だけ俳優さんが、ダンカンさんが何回も出演したら、ダンカンさんが冗長的に並ぶことになります。で、ディスティンクトを使うことによって、重複のないリストセットを取ることができるというような
クエリです。はい、では続きましてグループバイなんですけども、グループ化と集約関数ということで、取ったデータセット、検索に引っかかった結果をあるグループごとにまとめたいっていうことはよくあります。今回の例だとビートたけしで何とかしようとすると、ビートたけしさんの監督作品、または北野たけしさんに紐づく監督作品はいくつかっていうような例を今示しています。監督作品が北野さんかビートたけしさんかで絞った上で、その監督さんを変数にしてグループバイってかけると、その監督さんごとに集計してくださいよというクエリになります。でこの時にグループバイディレクターというのを書くんですが、それをセレクト文の方で、じゃあグループごとに何件ありましたかっていうカウント関数というのを用いてフィルムを数えるというようなクエリになります。先ほどグループ化の話をして、そのビートさん、たけしさんと北野たけしさんごとに、作品をカウントするというのをクエリを書きました。その次にまた同じような関数なんですけども、カウント関数だけじゃなくていろんな関数があるよって説明なんですが、ビートたけしさんまたは北野たけしさんの監督作品を監督ごとにグループして、その作品数を先に求めたんですけども、さらにそれにマックス関数っていうのを今回付け足しまして、上映時間が一番長かったもの、ビートたけしさんでの作品で一番長いものは何分ですかっていうことで119分、これたまたま一緒なんですけど、北野たけしさんの時も119分というような書き方になります。これは他にも一番短いものだとか、あと平均だとかっていうものも出せます。それについてはちょっと仕様だとか本を見ていただきたいなと思います。で最後にサブクエリなんですが、サブクエリは、副問い合わせというような別の名前もあるんですけども、クエリの中にさらにクエリのフェアアップの条件の中にさらにセレクトを埋め込めるというような入れ子型の構造が取れるものです。ちょっとクエリの意味は複雑なので今回はしょりたいんですけども、注目するところはセレクトがあってフェアアップがあって、ここに普通はパターンを書いて条件指定するんですが、さらにその中にセレクトがあるよということです。この時の解釈はまず内側のセレクトから解釈をして、これ何をやってるかちょっと読むのは難しいと思うんで後で資料を配布するんですけども、内側の方でビートたけしの監督作品の中で最も出演者数が多い映画、とにかくいろんな俳優が出てる、たくさん俳優が出てる映画があるとして、一番その俳優さんが多い映画を一つ選んで、それがそのラベルを取ってきてくださいよというようなクエリになります。サブクエリどこで使うんだっていうことをたまに聞かれるんですけども、サブクエリの使い方としては、まず内側のクエリ、何かの集約グループバイだったりとかリミットとかで何かしか値を加工して、さらにそのこうサブクエリから出た外側のクエリで何かその集約の値を使ってもう一回計算し直して出すとか、そういった時にサブクエリというのを使います。はい、ここまでが以上、ちょっと駆け足だったようなんですけども、スパークルの基本の文法になります。でまたちょっと分かりづらかったら、まあ、淡々とクエリを出してただけなんですけど、後で資料も出しますし、サンプルのクエリはウェブページに出しているので、それも参考にして勉強していただければなと思います。
で、その次のアジェンダとして、実際にスパークルを書くためにっていうことで、今スパークルの文法を紹介しました。で、じゃあ実際スパークルを書けるようになるのかって言ったら、ちょっといろいろ厳しいものがあるかもしれないなと思って今書いています。で、例えば興味のあるエンドポイントが見つかったとして、で、例えば映画のエンドポイントが出てきたよとか、新しい研究のデータベースができてエンドポイント出てきたよって言った時に、じゃあどうぞスパークル書いてくださいって言われた時に、大体の人は、あ、まあここに書いたらいいんですよって言うんですけども、結構それって難しくって、普通はもう何をどう書けていいかちょっとよくわからないっていう状態になると思うんですよ。で、本来としては、例えばこれが RDP とかだったら ER 図とかがスキーマとかが決められてて、こういうテーブルがあって、こういう項目があってっていうことを、もう設計書があって、それを見ながらクエリって書ける場合があるんですけども、ただただエンドポイントを見せられただけでは何を打っていいかわからない。先ほどから北野武の監督作品の例を出していますけど、じゃあ皆さん打ってみてくださいって言っても打てないというところで、じゃあいつもどうしているかということをちょっとお話しさせていただきます。で、これ本当は理想的にはオントロジーというものがありまして、本来はRDF が公開されたデータセットに対してオントロジーファイルがあるべきというか、データがこういうデータが入ってますよと示されるファイルがあるんですけども、それをきっちり書いていればオントロジーファイルさえ読み込めばクエリは自動的に書けます。自動的にっていうのは、まあ、人が見ても書けるし、機械的に解釈しても書けるべき、これが理想の姿です。ただ実際現実としてはオントロジーファイルがあまりなかったり、あったとしても必要な記述がないっていうことは多々あります。じゃあこれどうするかっていうと、提供されているスキーマ図って言って、私たちこういうデータを作りましたよって言った時に、このエンドポイントに入っているデータはこういうものですよっていう案内図を書いてくれるところがあります。だいたい書いてほしいなって思ってます。で、例えばユニプロットデータだったらかなりきっちり作り込んで、プレディケートはどんなのがあるよとかっていうことを指し示してくれているので、これを見るとだいたいクエリは初っ端のクエリは書きやすくなります。 DBpedia に関してもクラスの一覧っていうのがあって、どういうことが何について書いてあるんだろうっていうのは見れます。で、例えば午前中お話があった川島さんからお話があった RDF ポータルなんかについては、基本的にデータセットに対してスキーマ図が提供されてて、まあこれが SQL でいう ER 図みたいなものなんですけども、これさえ見ればちょっとどういうデータが入っててこういうクエリを書けばいいのかなっていうことは分かってきます。で、その次にデータスキーマが提供されてない場合どうするかっていうので、ただただデータだけが出てきてエンドポイント出てきたよって言った時に取る方法は RDF を眺めながら書くということで、ちょっとここら辺まで来ると本末転倒になってくるんですけども、このタートルファイルを、まあ、ダウンロードしてきて見てきて、でグレップをかけたりなんかして、あ、こういうデータが書いてあるなみたいなことをやったりもします。で、さらにデータが提供もされてなければエンドポイントだけ出てきてポッとノラのデータベース、エンドポイントの場合どうするかっていうと、最終的にネチネチ調べるしかないです。で、どうやって調べるのかっていうところをこの本の6章ぐらいに割と書いてるんですけど、それをちょっと一部紹介したいと思います。で、まず私がこういう状態の時何するかって言ったら、まずトリプル数を調べます。このエンドポイント何歩ぐらいかなっていうので、例えば10万件のエンドポイントなんか2億件入ってるのか、それとも100億件入ってるのかっていうので、トリプルスを調べて大体の規模を調べます。で、その次に、まあ、どんなトリプルが入ってるのかなって、全件取ってくるわけにはいかないので、例えば10万件とかだったら取ってこれる気がするんですけども、
まあ、100件ぐらい取ってこようかなって言ってどんなデータかなって、ま、眺めてみたり、あとは述語ということで SPO の中のプレディケート、何について述べられているかっていうのを、ディスティンクトの、ね、省略なし、省略、重複なしのデータを取ってきます。ちょっと今日 DBpedia のエンドポイントが動くかどうかわからない、できないので残念なんですけども、そうすると大体何について書かれているかっていうのが分かってきます。でその次にリソースが属するクラスを調べるということで、例えばあるトリプルがあったとして、主語、述語、目的語あるんですけど、この A っていうのは RDF タイプっていう片付けのものなので、例えば DBpedia にこれを打ったとすると、例えば人のデータが入っていますよとか、ミュージシャンのデータが入っていますよとか、まあどういうデータが入っているのかっていうのを眺めていくことができます。でこのリストを出すと、例えば人だとか石だとか、タンパク質だとか、いろんなものがタイプとして登録されているのが見えるので、気になるタイプのものを一つピックアップして、例えば人について調べたいなって思うと、パーソンを持つタイプのリソースを調べて、そのリソースが、どのような記述をされているのかっていうのを見ていくことができます。で、こうやってねち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 調べていくと、割とデータの構造が分かってきて、スキーマ図を自分で起こしていって、こういうデータなんだなっていうことを整理して、スパークルが書けるようになるというようなことをやっています。であともう取っかかりがなかったら、あと文字列検索とかで調べてみて、気になる単語とかで調べてみて、どういうリソースがあるのかな、ないのかなっていうことを調べてみて、とにかく一つ目のリソースをつかんで、そこから先広げていくというようなことをやります。でまとめなんですけども、まあ何書いていいか分かんないという声はよく聞くので、まあ、何の手がかりがない状態からでも、どうにかしてスパークルをかけていけますよというようなことをお伝えしたいということで、ご清聴ありがとうございました。おしまいです。